はい、えー、皆さん、こんばんは。こんばんは。今日は10月7日です。えっ、ー、と、金曜日ですね。はい、はいえー。今日はね、すっごい寒いですね。寒いです。もうすごい寒いです。うん。まあ、どれぐらい寒いのかと言いますと、大体まあ、10度前後っていう感じですね。びっくりしました。うん。もう冬ですね。 冬です、はい、ちょうどまああの先週ぐらいからねちょっとずつ寒くなってきてはいたんですけどそこからさらにもう一段急に寒くなったという感じであのもう耐えられないぐらいの寒さに急になりましたね。ね半袖大丈夫ですかいや大丈夫じゃないんですけどちょっと寒いんですけど <laughs> まあでもあのね このポッドキャストは <laughs>、ここにライトがあったりして、ちょっと暑いんで<ー>、はい、大丈夫なんですけど、あのね、普通に生活している分には、かなり寒いっていう風になってきて、で特に今日雨だったんで、あの外に出るとね、もう本当に風邪ひくんじゃないかっていうぐらいの寒さで、で我が家も急に暖房を出してきたりとか、 あとは加湿器とか、あとは冬の布団ですね、を用意するっていう感じに急になりましたね。本当に今日はなんかバタバタしてましたね、うん。そうですね。本当になんていうか、まあ体感だと11月の終わりぐらいの寒さなんじゃないかなと思ってます。うん、うん。もうなんか雪が降ってきてもおかしくないぐらいの寒さですよね。はい。うん。 なので、ちょっと急に変わって、気をつけていかなきゃいけないですね。本当ですね、うん。天気も悪いしね。うん、はい。今週末は三連休じゃないですか。そうです。はい。あの十月十日が、まあ、スポーツの日ですかね。があって。まあ、なので、運動会みたいなことをやられる方も多いと思うんですけど。まあ、でも、天気悪いんでね。ちょっと今週は残念ですね。本当ですね。うん まあそんなところで、まあ、今日もお話ししていきたいと思うんですけれども、えー、今日今ねちょっとスポーツの日なんていう話もあったんですけど、えー、今日10月7日は大人のダイエットの日だそうです大人のダイエットはい、まあ、ちょっとよくわかんないんですけどうんはいでそのなんで今日が大人のダイエットの日なのかっていうのもなんかあんまりよくわかんなかったんですよね <え> <laughs> 調べてはみたんですけど、まあ、語呂合わせらしくてその10月7日が「お」「とう」「とう」は10ね「な、はい」では7はい、はい、で「大人」ってなるじゃないですか、はい、で大人のダイエットの日なんですよねうん,うんまああの <laughs> ダイエットがあんまり関係ないなっていう確かに感じだったんですけど<か> <laughs>、うん、まあ今日はそういう日なんですよ はい、でまあそれを見て僕がちょっと思ったのは、うん、えっとまあダイエットっていうわけじゃないんですけど僕はあの最近あの晩ご飯を食べない日が結構あるんですよ。うん、まあそれはあのなんていうの健康のためにというかあのよくね晩ご飯食べてすぐお風呂入って子供と一緒に寝ちゃうんでなんかこう胃がもたれるんですよ。うん、だからもうすぐ あの子供と一緒に寝ちゃってもいいようにもう晩ご飯食べないっていう感じにしてるんですよ、うん、はいでまあそれ始めて、まあ、1ヶ月は経たないですかね1ヶ月弱なんですけど朝すごいお腹空すくんですよ、うん、まあ当たり前なんですけどで朝ごはんがすごい食べたくてなんかいいですよねあいいと思いますよそうそう朝なんかもう食べたくて朝ごはんおいしいみたいな感じでで昼ご飯も結構たくさん食べて で夜食べないっていうのをやってるんですけどなんか非常にねこう調子がいいですねあそれだとね体に合ってるっていうことですもんね、うん、そうですね、まあ、あの無理なく続けられそうな感じもしていてあの僕はこれ気に入ってるんですよ、うん、でも、まあ、結果的に体重もちょっと減ってきてるんですよねあ良よかったですね、うん、まあ昼たくさん食べてはいるんですけど、まあ、夜抜いてるんで、まあ、ちょっとずつ減ってきてますねうんうん まあそんなところなんですけど、まあ、ダイエットといえばなんとかダイエットっていうのがたまに流行るじゃないですか。いいっぱあありりまますすね。どんなのありますうんよくあの最近聞くのはあの糖質ダイエットって言ってうん、うん、糖分をあ、うん、あの取らないと。 ご飯食べないいっていうやつねご飯とか麺とかを食べないで、うん、まあ野菜とかお肉とかいくらでも食べていいでよみたいなやつねまあよくありますねやったことないので詳しくわからないんですけど、うんうん、よく聞くなあと思いますねあとはなんかバナナダイエットとか、うん、なんかりんごダイエットとか、まあ、いろんなやつが <laughs> ありますよ、ねはい、あとはんだか寒天とか何かありますかねあのとにかくまあたまにこうそれでなんかみんなちょっとこうわーってやってみてですぐ飽きちゃうみたいなでまた始まってまた飽きちゃうみたいなことはよくあるんですけどあの日本人は結構そういう食生活でこう何かこうワッとやって。 体重がが一気に減るみみたたいいいななそういうダイエット方法みたいなのが好きですよね,ねとても好きだなと思っていてでまあ多分テレビとかねそういったもので紹介したら一気にこう流行ってでその瞬間に、まあ、例えばですけどあの、まあ、例えば納豆を使うダイエットとかがもし流行ったとしたらそのスーパーから納豆が全部なくなるみたいな、うん、そういうことはよくありますよね。ありますね。うん まあ、そういう、まあなんか国民性というか、日本人はそういうことが多いんですけど、僕が気になってたのは、皆さんの国とか地域で、まあこう、まあダイエットっていうか、まあ体重を減らすってことですよね。うん、なんかこう、筋力をつけるとか、健康的な生活をするというよりは、まあ、体重を減らすっていうことがメインだと思うんですけど、その皆さんの国とか地域で、そういうダイエットといえば、こういうやつが、 定番みたいなのがもしあれば教えてほしいなというふうに思いますねあ面白そうですね,ね結構国によってのあれがあるんじゃないかなと思いますねうん、うん、はいで、まあ、特にあの日本ってご飯を食べる文化なんで、うん、ご飯って結構太りやすいじゃないですか、うん、でそれがこう、まあ、いろんなこう主食がありますよねパンのとのととこころろももああれればばご飯 あとは小麦の何かとかね別にいろいろあるじゃないですかはいだからそのそもそも国によってその太りやすいとか太りにくいとかそういうのあると思うんですよありそううんだからまあ定番のねあのそういうのが流行ったりするよっていうのがもしあれば教えてほしいなというふうに思いますねうんうん 結構あの断食とかあるじゃないですか。はい、あのまあ宗教儀式とかでね、でそういうのあると定期的にまあ、ちょっと体重が減ったりとかもあるんですかね。ありそうですね,ね。だからそういうのもいろいろあって面白いなと思って、まあ、こういうちょっとテーマで皆さんに質問をね逆にしてみようかなと思ったんですけど。うん、どうですかね。ね、うん。僕はね今までで食べ物系のダイエットでうまくいって だなぁと思うへえキャベツを、まあ、とにかくいっぱい食べるとごは飯を食べる前にキャベツを一回食べて、うん、そのあとにご飯を食べるっていうやつなんですけどキャベツをこう千切りにね細く切ってご飯を食べる前に食べると キャベツって絶対に噛まなないいと食べれないんですよねうん、うん、だからすごいたくさん噛むじゃないですか、はい、でそうするともう結構疲れてくるっていうかもう食べれないってなってそこにご飯とかお肉とか出されてもいやもういいやってう <laughs> なっちゃうっていうか感じであのねそれを結構1ヶ月ぐらいやった時がありましたねあでもいいですね、うん、野菜を先に食食べべてて うん、そうですねお腹いっぱいにしてはい、うんまあ、いろんなやつがあると思いますけどねはいまあそんな感じで、えー、皆さんの国とか地域でね、まあ、定番のやつだったりとかあとは流行っているそういうダイエット方法がもしあったら教えていただけたらいいかなと思いますはいということで今日は大人のダイエットの日ですねのお話をしましたどうもありがとうございましたありがとうございましたではでは